ジュニー・兵庫チャンピオンシップ・イコール・2024年4月29日、月曜、3歳、その田競馬場ダート1400メートル。前奏のバイオレット・ S、1一着、を振り返ってください。河合前奏は正直なところ2奏前の小倉、ネモフィラ賞一着、が良しすぎたので少し反動があって緩い状態でした。 それでも2番手へつけてしっかりと前を捉えてくれて強い内容だったと思います。中間の調整は、かわい短期放牧を挟みましたが、前走時がゆるさが残っていたので、使ったことでだいぶ締まって叩き2層目みたいにいい感じに上向いてきましたね。舞台が園田に代わりますが、可愛いいスタートが早い馬なので遅れることはないでしょうし。 先行力があるので地方特有の小回りコースも問題ないと思います。全然そうが小倉のコーナー4つの競馬で勝っているので何の不安もないですね。今回は安城にモレーラを迎えます。かわい少しかむところはあるけど控える競馬になっても対応できる馬ですし、乗り難しい面もないと思います。安城は今季調子がいいので、 この馬の良い,い面を引き出してくれると思います。最後にレースへ向けて一言。河合前前層の走破時計が優秀でしたし、早い時計の決着になっても対応できる馬。現状1400メートルはベストの距離だと思いますし、この馬の先行力を生かした競馬ができれば楽しみですね。